ごめんなさい。ありがとうございました。ぽよぽよ。はい。今日は何から始めましょうか。はい。老师，今天有带问题来没有？有问。有问题，赶快问。嗯，我姓薛丁啊，而且你带老师的那个一本那个，高兴就高兴就嘛，洗刷拜托你，高兴就嘛，叫陈先生啊，拜托拜托，我老师。你赶快问啊，问你啊，端出来啊，啊。那个善导大师在那个定上跟顶边跟善缘压哦，他有讲过一句话，他说一切恶业当远离啊，当远离啊。哎，对对对，他所谓的恶业是什么？我们不是每天都在做恶业吗？当远离啊，远离。当远离啊，多万里。好万里嘿，先生啊，人都在世上喏。上善と善のところに一切の悪業をオンリーすべしすべきと、その悪業とは何ですか、我々は毎日悪業ばかり作れるじゃないですかと、どうしてそういうこと言われたんですか。悪業は悪業やから、それをオンリーすべしとこですね、合同というか、合同というか、老师说恶业就是恶业啊，哈，不能故意去为恶，恶业还是要远离的。先生，ちょっと待って。合同は計りのもとしつつ。那个业道如秤，先生書いたらいいわ。それちょっと意思だ。こうやってな、重きものをまず引くっちゅうて、道南大師の農樹ですね、道祖先生で、はかりはどんなじゃったやん、はかりはこの字、はい、そうです、この字、はい、はかりのもとしや、今天的事情另外一本呢，是另外一本大的圣经，另外不可冲浪家，だから、この業というものはね、悪業ばっかり。悪業のみ。这个业道如秤的业呀、就是反复的恶业啊，反复的恶业，这个就是指这个我欲。あれはどこやったかな、新刊が、新刊の終わりや、先生、この言葉皆さん知ってますから、っていうわけだから、その後のね、
ここを本気でやらなんだら、知ってるだけではわかんない。合同は無きものをまず引くって、そしたら、接到这句话是按照几里面，你按照几里面的。因为老师说，光是这句话，光是知道，很多人都是光是知道而已，并没有深入到心坎里面去。所以老师他要翻到那个地方。念了一生造恶了，十生念佛就可以。都被往生了，这样子。海老多正着这么先进，因而观经，无量寿观经光的时候已经讲了，若有人在无明十二居住不善，因多恶道，因多劫了。我做无量苦临命终时，一善之事，正南无阿弥，那么称南无无量寿佛，就是自心定生不绝，具足十念，记得往生还是净土了，已经到正定之具了啊，一直不退了。三土诸苦永隔先，永隔了啊！先天之意义你如何了？况且以来被造诸显有漏之法，系属三界，做诸法东都写在系三界了啊！因何但十念，阿弥陀变诸三界了，业系之意，无以名何？讲到以后讲到实相跟讲实相好像西方西方相的この、凡夫の合同やな、悪合やなばっかりでしょ。その合同重きものをまず引くと、だからこの凡夫的な悪合が重いでしょ。そしてさっき引くでしょ。しかもそれが臨終になって常念念仏して往生したと、さあどうじゃと、ちょっと矛盾やねえかと、この重いものが、なぜ往生できたかと、これに対して不信が出てくる。那么老师说呢，凡夫的业道呢都是恶业啊，好，那么既然是重者先天呢，好，为什么这个？临终的时候念十念，他就能够往生呢？就是说，难道大家不觉得很矛盾吗？不是，この合同にね、この合に一致と、二致があるんです。那这个业呢？共有两种呢。その合に一致とにあって、その合を。44ですか？44。そうね。普通の人間は、ね、この凡夫の悪業をこれを思いととるねんな。一般的人呢、他就说刚才老师不是有讲呢、这两个哪个比较重呢、これを重いと考察してしまう。一般人都是以这个恶业为重。で、十年念仏をそんなに重く見ない。然后轻看。軽いではないけど、轻看这个十念念佛。これを軽く見てしまう。これが凡夫的なものの考え方。
那么这个都是凡夫的看法想法。しかしこの凡夫の阿吽ってこれ何かです。但是我们要知道这个凡夫的恶业是什么呢？これは、妄想颠倒やつ。都是凡夫的妄想颠倒。十年念仏は、これはね、真実は、真実と妄想との、さあこれどっちが勝つかつ。どっちが勝つかと。那么这个十念念佛，这个念佛是来自如来的真实啊。好，所以这个凡夫的妄想跟这个如来的真实，哪个比较强呢？这个在这里呢，我过了所有的阿波罗的魔，这个天道的剑也中。那么，十年念不住啊，原来那心机这种。即使他这个恶业是杀父弑母的恶业呢，这样的恶业是来自于凡夫的妄想而来的。心机之多。真実と天道との対立、さあどっちが勝つかと、じゃあ真実の方が勝つですよ、これの方が、これ永遠性ですよ、永遠的真実ですよ、これは凡夫の妄想や、妄想や、那么老师现在就说呢，这个凡夫的这个妄想颠倒，凡夫的妄想颠倒呢，对这个佛如来的真实呢，哪个哈？だからなんぼ俺は起こるほどの悪業でも妄想から来ておると。仏の救済は如来の真実やと。永遠的の。那么呢，凡夫不论他造什么恶业呢，那个恶业都来自于凡夫的妄想颠倒来的啦。但是如来的真实呢，他呢是具足这个永远的实体、永远的力量。勝って、こっちは負ける。因此呢，如来的真实呢是胜。これは負ける。那么凡夫的这个妄想颠倒呢，他会输给这个如来的真实。だから阿弥陀仏には負ける。所以我们都会输给阿弥陀佛。这烦恼暗，这个叫无量光明，光叫如破暗，念佛这样做一个。先生，これは無明の闇と、これが無明光です。だからこれは無外光如来。だからこっちは闇。ちは無外光。闇と光明はどっちが勝つかと。那么那个黑暗跟光明哪个强呢？だから人生の光明は何が人生の光明かと。什么是人生的光明呢？だから問題は真実を求めると。所以问题在于我们要追求这个真实。これの精進心。那么为了追求这个真实呢，要去精进。これが人生の最大の勝利者。知道要求为这个求这个为追求这个真实而努力精进的人，是人生最大的胜利者。それにこの真実を知らずしてやな。真実を知らずして、ガリガリの
魔僧を、これを求めている。那么如果不知道这个人生的真实的话呢，就光是只是追求我利哈，我利的这种哈，这种想法是一般的凡夫啊。だから本真実とは何か。真实是什么呢？本真実とは何か。所以先要问何谓真实。これが大事な出発点です。是说这个是第一个出发点。これが第一歩です。这是那个学佛的第一步。これが第一歩。第一步。第一歩です。これが人間の目的です。这是人生的目的。それにガリガリばっかり言っちゃう。但是一般呢，我们都是呢。求这个我利我利，你在我们这边好，然后追求钱财，还有我们这边对开始不严了。好，一般人就是求有财产啦，然后呢结婚生子啦，好，然后求家人都幸福美满啦。これみんなみんな妄想なんです。那么这些都是凡夫的妄想。那么何必呢？那么是说这种心要先破除才可以。破除嘛，就是大変難しいけども。这个很难。覚悟はそこまでの覚悟をせなかったらいかん。老师说要有这种觉悟才可以。因为一般人都是以赚钱第一啦，然后家人呢幸福第一呀、啊。だからそうなってきたら、これはね、心身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 、心これ外れたらどんな賢い人でも全部堕落でしょう。老师说呢，要当一个人生的一个胜利者呢，一定要信顺佛语、佛教、佛愿。老师说这是一个出发点。如果没有这个的话，不管你再怎么做，都是堕落，都是人生的堕落者。人生のスケジュールをどこで持っているか。那么老师又问呢、啊，我们的人生的准则放在哪里呢？誰のとこ尋ねに行くかって。那么对于这个人生的问题，要去问谁呢？誰のとこ聞き尋ねに行くかって。要去问谁呢？爸爸やママ行ったって、ほとんど爸爸やママすら間違っとるよ。即使是问自己的父母呢，自己的父母的见解也不见得是对的。そしたら、これの代表者やな。那么这个佛语、佛教、佛院的代表的人格者是谁呢？高僧だけです。只有高僧。だから有価信息高僧是。所以那个教行信僧最后一句话。唯可信师高僧说、親鸞上人も最後にこれだけ残しておる、ただこの高僧の説を信ずべし。親鸞聖人呢他这个正信记最后一句话就留下这一句话给我们，这个也是清蓝圣人的一生的准则。那我要不要嘛？想不要苦嘛？做心，做就是叫广中心嘛，为国去就国中算嘛，那我要不要嘛？差不多对的，差不多对，每个都会做。
最后一句，他也不言不特别搞的。道俗是众众同心，唯者信思高深说。自分で考えたって分からへん。我是说翻自己想不了解的。誰にそれを新聞や雑誌で聞いたって、あるいはテレビやそんなもんで聞いたってダメよ。我是说光是看电视、看杂志啦。那个自己看书啦，那个也不会懂的。啊啊！嗯。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 だから そこで初めてこの信順ができるんだ。老师说找到这种人格者的人、他才有开始有这个信顺。そうそう、その言葉に仏の言葉、仏の教え、そしてこの仏の願と。願はこれが大品なんやな。大品。心になるんです。那么信顺是信顺什么呢？信顺佛的语言哈，佛的教法。那么佛愿，那个愿就是佛的大悲心。信顺すると、その時は順。那么信顺的当下，那个心它是纯，一个三连子哈，一个亨哈，然后一个纯洁的纯。顺。那么一个是顺利的顺，順順順とこう三つになって、こういうふうに形になって。老师说这三个存是同时存在的。信順の中身です。这是信顺的内涵。だからもうこの時は順順順ですと、これはね。老师说这个当下它已经不是妄想了。妄想にあらず。もう一つ違うんですよ、うん、だからこの場合になったらこれになった、だから力が出る。那么因为这个信顺的内容是佛语、佛教、佛愿，所以会有力量出来、だから鬼が出てきよっても何出てきよっても怖くない、所以不论他遇到什么样的境界呢、他都不会心生恐慌、だからそういう業です。これ仏の業です。那么这个就是佛的业道。だからこの業道の中にね、これがね、仏の業でしょ。啊，这是佛的业。大悲心ですよ。佛的大。だから大悲心やからこれが一番重いんです。因为是佛的大悲心的业呢，所以它比较重。凡夫の悪業なんか。凡夫的恶业呢？重いようやけど軽いんですよ。看来很重，但是其实是很轻的。なもんこれ、軽い。因为它的内容是妄想颠倒，所以很轻。那妄念嘛。好，就因为它都是妄念。真実と。啊。佛的真实心。妄想と。跟佛的妄念呢？これ二つを比べてみなさい。这两个一比较啦，どちらが勝つか、哪边赢呢？勝者は何か、これが負けるか、那么当然呢，是这个妄想会输啦、こっちが勝つな、这个真实会胜啦、老师，这个师父我们一般所说的是实相法，这是希望相。希望像这个实相，先生，这是我理想と妄想ですか？と、这不是希望像，口実ですね。口妄の口と理想の実ですと。そう。口妄や。こっちは実相の口。理想の口ってことは。真理の法そのもの、真理そのもの、
真有什么吗？嗯，那这个实相法呢，它就是真理，就是真如，也就是所谓的法。我认为他们就来做啊，没呢，魔术呢。嗯，那我们的心心念念都是妄想。嗯，是啊，是啊，师父过来讲的我们的。啊，那挺好的。啊，讲到这里呢，嘿，再提问题出来，老师说这个就是问题了。你们再问呢？人間のね、老师讲我们人的心思啦。啊，前五识，前五识就是眼耳鼻舌身，这个下面都各加一个识字。嗯，那是在你一些地方。那么这个眼识、耳识、鼻识、舌识、身识的下面就是这个意识。那个不是。这个意识就是所谓的第六识。那是在你。那么第六识意识的下面就是那个莫那识。是吧？一根跟意识哈，一根就在哪里啊？嗯。一根第七识吗？好像不太是，不太像。啊，意识、啊。一根呢？你告诉我，你看看。看。就是第七识呢，那个莫那识就是执着我所我所、嗯、执着哈、啊，有一个实在的我哈、啊，有一个实法啊。こいつがこいつが、啊、これが一番の悪玉。啊，那个呢，这个就是我们这个造这个恶的源头，就是这个莫那识。第七，你那么走。嗯嗯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 嗯这个我告诉你，好，这个是我们所没有办法知道的，它是一种潜在的意识。这个ちょっとものひとつ見ても、はい、みんな自分にところへ持って行って、自分に得か損か、すぐにパッと。所以我们一起心动念呢，我们当下就有那种厉害的是那种念头出来，那个都是莫那识在作祟。例えばこれがそこに落ち、ここに落ちてやったら、はい、これ見た途端に、はい、原識で見よう、はい、それ意識が働く、はい、と眼識が、はい、あ、こんなものをつまらん、ほっとけって、ほっとほっと、これは持って帰ろうと、すぐにそういうふうに持っていく、そういう働きがしようね、この眼識にしよう。老师举一个例子啊，这个这个笔呀、啊、掉在那个路上啊，我们看到这个是笔呀、啊，我们眼睛看到，好、哦，那我们意思啊，这是一支笔，那么摸了，马上就想啊，这个东西不值钱，不要理它了，哎，就说那种利害得失的心呢，我们一看到东西，那个摸了是就开始作祟。是所有やつが。ここから上からずっと入ってきて入ってきたやつがこうここへみんな点点点点みんな残ってきて、那么我们每起一种起一个心念呢，都会在我们的阿赖耶识里面种下这个种子下来。
日。一つものを見ても、ええー、な、欲しいな、と思ったら、もなしみを働いてたら、それがあれしきにちょっと入ってない。所以我们一看到那个东西好坏是非好坏，好好坏善恶那种念头就跑出来，哎你家败啦，哎你家喝了啦，好那种念那个种子就种进来的。この修持心が今度は地獄教とこれが地獄になって。那么这个种种子是呢种的越多的话呢，就是往地狱去。啊，不然就是到第二道恶鬼道去。啊，从哪里来的？好，我们那里有那个二轨道的图啊。对。だから今、ね、ここで、仏眼をこのこれを目から入れ。耳に入れて、それで体にそういうとこ行っていると、それが中へこう入っていき、ずーっとこう入っていって、で本当に 100% 入れて、この膨大地、大地のとこまでこう行くとやな、これはもう浄土の方へ行く。不老师说呢，在我们这个生前呢，啊，在这个平时呢，有多接触这个佛语、佛教、佛愿，那么这个佛语、佛教、佛愿呢，从我们的眼识、耳识乃至身识呢，进入到我们的意识，种到这个阿赖耶识，那么这个种子种的越多呢，啊，然后当它100%种到我们的阿赖耶识里面的人呢。这样的人呢，他是一定是佛法第一啊。那么这样的人呢，他将来去的地方一定是净土。你现在一波的那刚刚讲的话呢？对。因为我认为的是。那么这个执着这种实我实法的见解的人，他是一种，这个就是很是一种自我的想法，自我的执着，也就是我们所说的我执啊。是。啊，那么这个我执，它当下就是一种罪。哎呦，这里的安德鲁诺，本願往生的，これを聞いて師父はここで行って向こう行ってしまう。はい。信心の知恵。那么这个我执呢？要怎么样？看，这个就是要依这个，让这个佛语、佛教、佛愿呢来破除，因为这个佛语、佛教、佛愿会让我们产生这个信心的智慧，引导我们往生净土。我刚才说的马拉西的，こっちの方ばっかりやってたらね。那么如果呢没有这个闻这个佛语、佛教、佛愿呢？一天到晚光是我所的话呢，光是我执的话呢，那就是地狱必定。然后除了地狱必定呢，就是在那个六道呢里面轮回啊。だから人生の一番の大きな問題はここへ目を向けるという、これに導かれていくということ。所以身为一个人呢，最重要的是什么呢？也没有依止这个佛语、佛教、佛愿来引导自己的人生，也没有找到这样的佛语、佛教、佛愿作为依靠。だからもうこの間も言ったでしょ。老师说上次有跟大家讲过了。天净文方行。
所以不应该拆一般。老师说这个天津闻风行是第一要务。あとのことは金儲けにしたって何したって何ぼ金儲かったって今これでしょ、道でしょ。那么除了这个以外呢，就是你光是想要赚大钱啊，啊，就是说追求这个世间的利益啊，那个都是造那个地狱的种子而已。大学一番に出たって今これよ。即使是大学念第一名呢，也是地狱必定。啊，そこまで腹を決めてかからなんてやな。哎，老师说，首先要有这种信念出来。佛法と世法とは違うね。佛法跟世法是不一样的。世法を做，我做。世法はどこまで行ったってこの、どこまで行っても。老师说。世法呢，不论你怎么样的高尚呢，都还是在迷子里面。佛法不是真实。佛法它就是真实。だからここまで行ったら、仏の世界まで行く。那么这个真实呢，就是引导我们不断的上升华啦。那么升华的最高的境界就是佛涅槃的世界。なんぼ賢でも世法は迷いでしょ。不论怎么聪多聪明呢，世法呢就是迷子。この世法と仏法との違いをね、これを。都是心天的要做那个。所以老师说，我们要非常严肃的面对这个问题，世法跟佛法是不一样的。佛法と世法とそこ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 にしていたら、えらいもんだな。那么老师说，如果我们太草率的面对这个的话呢，老师说我们会后悔呀。たとえ乞食になっても。即使是身为乞丐。乞食になってもこれだけの道は。还是习惯了，即使是身为乞丐，即使很贫穷呢，我们也要呢，那个依止佛法而行。忙しからできない、暇がないからそこまでできないなんていうのこと言うとったらあかん。不要因为说啊我好忙呐、啊我没有时间呐、就不听闻佛法，老师说这种人一定会后悔。大家话，我这个人有这个人。老师说这个是佛陀所讲的。所以天地が潰れても我一人その道を行くと。即使呢这个天外塔下来呢，我们走这个佛法之道呢，这个心不可以动摇。地球が潰れても私はこの道だけを行きます。即使地球会毁灭啊，我们走佛道这个心呢，信念一定要很强。みんな普通の人だったら地球が潰れてもらったらみんな逃げるやん。一般的人何も逃げたってダメよって。一般的人呢啊，这个地球有变动啊，地球会毁灭了，我们赶快逃啊，那我们不论怎么逃逃不掉的。どんだけの覚悟というか、真剣な道を教えてもらわなかったら、老师就说呢，因为我们学佛很容易被世俗的一切呢羁绊呐、然后啊，我没有时间呐、我没有时间去听闻佛法，所以就是学佛的心念没有很坚定。それを教えてくれるのが仏です。老师说，教我们训练要坚强的人就是佛。本気でそれを求めていかなかったらダメなのよ。所以老师说，我们学佛的态度一定要很认真。だからもうそんなことになっていくとね、まあ台湾は知らんけど、日本は昔から10万人に1人ぐらいしかないし。那么老师说，台湾是不晓得啦，但是在日本呢，10万人ですか？10万人。在日本呢，这种认真学法的人呢，十万人中才出一个人而已。あとはみんな偽物やつ。那么其他人都是假的。
假的学佛。そういう中で私もおばあさんに育ててもらった。那么在这样十万人中才出现一个人呢，那么老师又说他的婆婆了，就是奶奶了哈，就是那十万人中的一人。奶奶。就是说在老师小时候呢。小的时候可能。啊。我这个姐姐就奶奶。就是带他去试验听闻佛法，从小开始。今思うとあのばあちゃんがいなかったら私今日の私はいませんよ。所以老师他就是常常感念他的祖母啊，如果没有祖母从小带他听闻佛法的话，就没有今天的他。だからばあちゃんっていうのはしっかりしないかんねよ。所以当婆婆当奶奶的人啊，对啊，责任重大。おじいちゃんよりおばあちゃんの方が大事よ。老师说爷爷的力量还不及奶奶。ああいう小さい子供はね、おじいちゃんよりもおばあちゃんの方についていくんですよ。老师说，像那样的小朋友啊，他们要跟奶奶，不要跟爷爷的哦。だから おばあちゃんがしっかりしてたら、子供を正しく引っ張っていける。所以当奶奶的人，如果学佛学得很好的话，就能够正确的引导他的孙子。それはおじいちゃんだっていいけどね、おじいちゃんだって悪いことないんだけどね、おばあちゃんの方が子供には懐きやすい。老师说不是说那个爷爷不好啦，也有很多爷爷很好，学佛学得很好的啦，但是在这种人性啊，那个孙子是喜欢跟奶奶的。だからあんた方おばあちゃんに見たのやからしっかりやってください。老师说在座各都能够当奶奶的啦，阿叔希望你能当一个好的奶奶。いや本当ですよ。老师说这是真的哦。嗯，分かるでしょ。好，大家能够明白吧？哈。眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，那么一根放在哪里？先生啊，那空啊，那一空的空，どこに置くんですか？一空，意識一空。目その目。この目そのものは。はい。眼根。老师说我们那眼有眼根，啊，耳有耳根。鼻有鼻根，这个五识都有，各有五根。この空はどこにありますかって。目玉そのもの。老师说眼睛那个东西就是根。目玉そのものです。その目玉は、今度は。外を見るが、あれは何やったかな、目玉の見るところは、何やら言えないかな、五根、五色、五色、五根、六根、六色、根、教、色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 、あれは五教ですね。色身香味触，这叫六净，真净是。空。空。空。色。色と。真净是。空教是。これ目はこの色を見る。耳は声を聞く。鼻は匂いを嗅ぐ。舌は味を見る。で体は触に触る。身体是触。意識や。で意識の方は。方法ということは、これは万物ということです。这个法是指万物。それを本からで。だから本教式。次その下に意識のところで意識が意識の下に
安样啊？对。哎，好きじゃん。これがみんな迷いなんですよ。那么呢、是说这个根茎是会护其作用呢、那么这个根茎是下面就是意识，意识下面就是莫那识，莫那识下面就是阿赖耶识，这一切呢都是名词。だからその中へ迷いの中へ、仏のこれを入れてもらう。那么我们就是在这个迷子的这个、这个根茎是意识莫那识阿赖耶识里面啊，从在这个环境里面，我们能听闻这个佛语、佛教、佛愿。そうするとこれが全部変わってしまう。那么当这个佛语、佛教、佛愿一进这个、我们这个心事里面来呢？他一切就会开始转变。これが、ここへ、念が行きますと、ここに始めて。老师说到这个佛的涅槃界呢，才开始真正的解脱。新的。是真解脱。那么这个解脱就是如来。解脱就是涅槃，就是佛性，是真如，真如法性记。ここまで行かなかったら嘘なの。老师说，如果没有到达这里的话，都是假的。この目ここまで行くとね。このまなしきが今度は、到达这个真解脱的人呢，这个莫那识就会转为这个平等性智。有有受持という無知になっていくんです。好，这个就是佛智了。私もなくなる。好，这个我所就会消失。莫啊。它就是一种无我了。无我就是大我。平等の第一、平等になっちゃう。みんな私とか。啊，是一种平等。みんな私ということになったら、私もなるっていう。当大家都是我的时候，就没有我了。たくさんも私やと。そしたら私というものもね。有こといらない私になってます。当别人也是我的时候，就不用再讲我了。それが本当の解脱の世界です。这个才是真正的解脱的世界。そこまでいかないなら、本当の大安楽の世界はない。没有到这里这种世界的话，就不是真正的大安乐的世界了。这个世界就是说一如性，是不是？先生，これはこの世界は一如の北海です。一如北海。对。那所以说，阿弥陀佛的计划一直就是观一如。だからその世界をね、親鸞聖人はこう言ってください。所以这个世界呢，亲鸞圣人说呢，一如法界，一如法界真深显。真深显，真深显，真深显。一心北海，心心現れた。ここまで行かなかったらダメ。所以没有到达这种境界的话，都是假的。みんなそこまで行けるんですよ。大家都可以去，这个世界大家都可以去。それが阿弥陀仏の本願ですよ。这个就是阿弥陀佛的本愿。だから阿弥陀仏こそこ立ってます。所以阿弥陀佛用这个手是站着。我就最後に、こんな格好しておられる。好，那最后是这个手印。あの陰形陰相というのが、悟りの陰形とあんた方来なさい来なさいよと代々代々って言われて摂取不捨のとあれは摂取不捨の時は这是摄取不舍哈，这个是摄取不舍的手印。これは摂取不捨の。就是下品下生的接引接引。先生これ下品下生のあのあの手印。这叫大悲。那个，这个手印，这是阿弥陀佛的世界。
按照我们新阶段的世界意识，真解脱的世界的手印，这个啊，あの時はもう大我の世界です。助けるも助けるも、あっからあそこから助けるが出てくるんだけどね。この時はまだ本願はまだ出てきてないんですよ。这个时候是没有本愿的，这个世界是没有本愿的。自分は仏で言うことも忘れてしまう。这个时候也没有，我是阿弥陀佛的，没有的。仏を忘れてしまうのは仏です。他是忘记自己是佛的自己。お母さんを忘れてしまって。それで気がついた時には子供のところへそっと行ってね。哦，就是说，当妈妈的没有自己，我是妈妈这种心念，当她发现的时候，她已经在孩子的身边照顾孩子了。初めからママばかり言ってたら子供助けられへん。哦，就一开始就一直执着我是妈妈，她这样的妈妈是没有办法真正的帮助她的孩子的。お母さんを忘れてしまって。気がついたら自分の子供のところへ飛んで行ってる。就是说，真正的妈妈，她是忘记自己是妈妈，然后当她发现的时候，就是自己无条件的在为孩子能付出一切。初めからママって言うてたら、なんかそんだけの大きな子供を育てる力出てきない。哦，只是强调啊，我是妈妈，执着我是妈妈这样的人，他是没有办法当好一个妈妈的。那是阿弥陀佛在因地的时候，那观一如性的时候，才发这个计划一体观念是一如性嘛。先生，これは阿弥陀様が因地の時にこのこれを見て、その気候一体気你说计划一体呀、啊？哎，这发一如性嘛，才发计划一体的愿。その気泡一体の癌を起こしたんですか？起こしたんです。臨時の時ですか？臨時の時に、でけど、はい、それを起こすという時に、はい、起こすまでに自分がこの世にならないなら起こせへん。老师说呢，在谈这个问题之前呢，如果自己没有到达这个境界的话呢，什么都不用谈的。不是说我懂得计划一体，就是，当我没到境界了，那我的境界嘛，我救我，要他要救我，就是看我跟他一样嘛。先生、これは仏様の世界。はい。だから賀来さんがパパになったら、パパの働きが出るの。老师说，到达这个境界的人，自然而然就会有那个本面出来。賀来さんがパパにならなかったら、パパの働きは出ない、絶対に。一个做爸爸的人呢，自然就有爸爸的那种。工作的运作出来。だからあなた方もみんなママになったら、自分の子供に対してママの働きが自然にできるの。老师说，在座的各位呢，当你真正到达这个妈妈的境界的时候，自然而然妈的那种働き就是那种作用就会出来了。子供を見ただけでママの心が動くの。看到孩子，你那个母性就会自然发出来。それが動かないったらママと違うもん。今あの加藤さんの質問はちょっとあの完全に理解されてないようで、彼があのため息出してる。はい。お父さんもそういう本音を出したり。はい。そんなよそごとにばっかり見てるからね。はい。佛陀菩薩は自分の中に民家やな。哦，那么老师为什么会是这样的回答呢？老师说不要，就是说不要把法藏菩萨在自己身上往外看。佛陀菩萨在どこにおられるか。老师又问我们，法藏菩萨在哪里？自分の子供を親が自分の子供を見た時の心が佛陀菩薩じゃない。老师说，我们没就是看到自己的孩子那种心呐、啊，对孩子那种心，那种当下那个就是法藏菩萨的佛心了。じゃあ子供の姿を見たら、もうじっとしてられないのが、パパ、ママでしょう。就说，当看到这孩子发生危险的时候，就也就坐不住那种心呐、啊，那个就是法藏菩萨的心。それを、子供たちがどうやこうやってみんなこと言ってるのは人事になってる。哦，那么老师说呢？听闻这个法，然后问，
别的人的问题的话，就是说离开自己去问问题的话，那个都是旁观者的态度。这个阿赞嘛，再跟我们说你们是什么？哦，那么会这样的话呢，都是自见的佛法而已。自分の因が本当に因が変わりかったら、自分は因の身になって、因の身になって大事にしてあげる、そういう気持ちになるでしょう。よその因はあかんよ。よその因はまあまあ吠えるだけやから。これはちょっと。老师说呢，当我们养的狗呢，就是生病啊，自然而然我们对那种心爱护那种心就悠然的产生，那是一种很自然的啦。但是别人的狗我们就管不了那么多了。他に何かどうぞ拡散だけなくてよろしくないみたいなだから遠慮なしに出してください。说大家提问题出来九九没不用几块，你只问他啥来着了？叩かれるだけですから，我言わない。叩いてもらうんだらかんがな。啊，是红眉毛，你要给买爱吗？鉄は叩かれてこそ鋼になって、良い材料ができるんやろ。老师说啊，那个铁如果没有打的话，就不成钢。讲到个硬度，硬土啊，硬度。他在跟人弄，人家在那里，你买啥子么？你不买这件哟。老师说不要怕被打啦。快点问啊，快点。你老师说心里面有个无根，他是死亡的或无根性，生无根性呐、啊，我在怎么吹的？无根性啊，无根之性呀、啊，先生啊，这行卷，先生啊，无空的性多于米的噶，行卷吗？无空的性，哈、啊，信心就没有说这个人能干的啊，就是说信心不是自己能够生出来的。だから凡夫にとってはね、はい、对凡夫而言呢，凡夫の にとっては、はい、こんな信仰。好，这个信心是从如来的大悲心而来的呢，所以对凡夫而言呢，这样的信心是无根之性。自分の信心と違うわね。并不是，因为并不是我能够信的。だから聞くとかね。好。从你呢，这个闻哈，听闻佛法的闻，信佛とか信ずるとか，哈，这个信佛的信，あるいは唱えるとか，哈，念佛的念，これは本源は，啊，它的根本源呐、啊，你那本来那可以啊，好，一切都是如来的大悲心。好，是如来大悲心让我们闻，信じさせる，让我们信，これが唱えさせる，让我们念佛，これが，好，だからこれが本源になってる。好，所以如来大悲心是本源。だから凡夫は凡夫はね、はい、不利益です。
对凡夫他是无力。嗯，譬如我心中我说那么话嘞。好，这个凡夫他是没有闻、没有信、没有称的。那个，譬如这那些。好。所以这是瑞金老师做的一好写的那个日文的诗啊，好，并不是我去闻。不闻。嗨。一点事情自己原来想。嗯，佛法呢，并不是我去闻，并不是我去训，我是如来的呼唤儿。好、哦，これはほんまの仏法ね。这个我是如来的呼唤儿呢，这个响，这个响彻天地。好。嗯，これは。最大影响就是亡。哎，这个就是圣觉大音响流十方。だから聞くことも音楽の大音、信ずることも如来の第一心、備えることも如来の第一心、本願、だけやね、自分が信ずるものはどこにあるのか、所以这个闻佛法、信佛法、念佛、这个呢都是正觉大音在响流而已啊。自分が勉強するって、勉強するのがないが、勉強する力までもらっただけのこっち。だからエコーの他になし。好，以这个一切呢，都是如来大悲心的回向。如来エコーの他に仏法なし。好，如来回向之外呢，是没有佛法的。嗯。私が勉強したってそんなもんどこにあるの？好，有。我读了佛书，好，这个是没有力量的。勉強する力ももらった、勉強する心ももらった。哦。そして勉強するそういう縁ももらった。哦。因も縁もみんな如来様からのもらいもんや。我们学佛的力量、学佛的心、学佛的因缘，这个全部都是佛给我们的。だから如来様おられなんだら。でも聞くも信ずるも唱えるも、読むも書くも、なも何もできへん。如果不是佛的力量的话呢，我们闻佛的闻佛法、信佛法、念佛啦，好学佛的因缘呢都没有。そういうところに、先大きなところに目をつけなあかん。所以说我们学佛，自分が勉強した時点、みんなもじゃこれみんな天狗や。所以学佛，我们先要先看到佛，先有佛心，要先有佛，佛在先。那么如果忘记佛呢？啊，我有念佛啦，我有学佛啦，我有读佛书啦，有就是自己摆第一的话，这个都是骄慢的心。还有分钟嘞，我不要问嘞。什么意思？真如是一主，然者阿弥陀如来从如来生，这是大经里面从如来生，解法如如，这从如来生。嗯，对。这是性德，从最的那个性德。好吧，嗯。真理というものはね、真理を
真理の働きを与えてこそ真理なのよ、うん、真理というものは、真実というものは真実を与えてこそ真実なのよ。什么是真理呢？真理是让众生知道真理的存在的才是真理。真理だけが実としとるような、こんな真理やったら、まあ、嘘真理や。真理它并不是高高在上的。本当のものは本当のものを、の働きが降りてきて、嘘の世界まで本当のものが降りてきて、嘘で固めておる、間違っておるものを、直してあげるのが本当のものの働きやね、目打ちやね。真正的真实呢，它会启动力量，这种运作出来，让这个虚假的东西认识自己是虚假的存在，这样的才是真实。真実で何か、真実でどうなったのが真実やつ。真実は真実を知らせてこそ真実やね。真実を与えないようなものやったら嘘真実や。真实呢，它并不是一成不变的，并不是一个东西固定在那里的。所谓的真实呢，它一定会让众生知道是真实在哪里，这个才是真实的。而如果真实它只是都没有力量出来的话，那种真的是假的真实。嗯，所以这个路，我就说大きな目を開かないといかんです。自分が知ったらね、人に教えてこそ知った値打ちがあるんじゃないか。那么老师说这个地方很重要呢，就说当我们真的知道的时候呢，光是自己知道呢，只是至少门前雪这样的知道，那种知道都是假的。真正知的人呢，真正的智者呢，他一定会去引导众生走出那个迷子，这样才是真正的智者。自ら信じたら人を教えてして、信じされてこそ自分が、ね、した信じたって見る値打ちがあるんや。人に教えられないような信じ方やったら嘘信じや。真正有信心的人他一定能是自信叫人信，没有自信叫人信的那样的信心都是假的。だから世の中というものは、宇宙というものは皆自信叫人信になっているんです。老师说我们这个宇宙大地呢都是自信叫人信。だからこれがね、叫人信とこうなって、叫人信となってこそ自信とこういうことも言え、反対から言えたらいい。老师说叫人信ができてこそ自信が、できとる。有自信一定会叫人信，能够叫人信的这样的自信才是真的自信。叫人信ができようなものは自分にも自信があらへん。不能够叫人信的那样的自信都是假的。自信があったら必ず叫人信ができる。真正具足自信的人，他一定会起这个叫人信这种力量出来。学老师也在这一句再讲清楚，讲明白。だからこの二つがね。これが法の世界、要は法界とこう。老师说他这个是法还是法界的世界？法界今年の姿。法界自然的世界，自然之相。自然の姿。因为不破今年嘛，这个老师呢。好，佛法它的境界就是自然。自分だけが分かった時点で威張ってるこんなもんは何にもならない。老师说，光是自满自己知道了这样的这样的佛法都是假的。だから自信叫人信，自信を受けた。所以自信叫人信，自行化他。それの最も大きなのは、最も大きなのは。那么这个的最好，这个最最代表一致，我这么恶心啊！
最基础是顶点。这个自信教人现最典型的就是若不生者不取正觉。原来自己。好。然心。好。这个是如来的愿心。嗯。自分だけが仏になって、言われているような仏やったら仏と違う。好。好。这也是说呢，光是自己成佛，然后骄傲自己是佛，高高在上那样的佛，就不是真正的佛。嗯。真正的佛一定是若不生者不取正觉。那佛陀就他一个，那是说他一个。你们就不解了。ここまでいかんような仏法の聞き方しとったらダメよ。老师说，如果没有这样的没有。听闻佛法，如果没有这种新出来的那样的学佛，都是假的啦。これが阿弥陀仏の姿や。啊，这是阿弥陀佛。これが仏の姿や。これが涅槃の姿。这也是涅槃的相。これが真解脱の姿。也是真解脱的相。老师，我会好好学，学到这个地方了，好好学。现在不行了，好好努力的去学。頑張ります。必ず行きます。行くも行かんもあらへんやな。阿弥陀仏がおられたら言うことあらへんやないか。行くなんていうのこと言うてんのまだここが勝て。好了，谁呀？对，我得行吗？是南南的，你你个南的，那个对面的那个错，就我搞出来，应该还不对的。啊，嗯，那个就那什么的。老师说，阿弥陀佛在呀、啊，你还讲这种话？你哎，当下就需要这个，当下就是有这种信念在了，你还在讲，好好的学。啊，不是，我今嘛都当的别人啊，对起来。我妈妈在哈，嗨嗨，学的到底在干啦？嗨嗨，我你跟你要做干干呐？老师说你那个别哈，你要破除掉那种心。誰の言うこと聞くのかいな？哈，老师说你听谁在讲话呢？嗯。理念本性。自然法尔章。他跟这个一点的。不过我听这么多。小心点。小心点。正信记嘞。理念本性不过那点。那点是吧？那点。好要不起来了。现在是吧？好。好，这个没还你，没还你那些车。これからやりますって言って、これからやる用事がどこにあるねん、はい、パパやママがいるのに何が子供が頑張るねん、はい、老师说这种心态是错的啦。老师说阿弥陀佛就在了，你为什么不要当下去承担呢？老师说那个爸爸妈妈在，你孩子加油加什么油啊？对哦，买水买冷，我冷，老石头顶上无落用，哎呀！那打住阿石头吼，永远不会输阵。先生，一心里的米水，咱不要点么？幸运的可可乐就得过来的。俺在一起打的。你是石头吗？それと一緒よ。好。ここ二連本印象が入ってるそうです、ね。二連本印象。